こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では脳の解剖学や脳の中にある解剖学の位置関係っていうのをざっくりとお話をしていこうと思います。今皆さんから向かってね、画面に向かってこっち左側がね大脳があって、この右側向かって右側の方っていうのは大脳をくり抜いている状態になっていきます。今日のメインのね動画お話っていうのは、こっち側脳の奥にある方の組織っていうのをお話ししていこうと思います。結構ね、まあ脳って言葉をね頭に浮かべるとやっぱり思い浮かべるのはこっちだと思うんですよ。これまあざっくりと大脳という部分ですね。脳と連想するともうこの形っていうのを皆さん連想するんじゃないかと思いますが、この大脳をくり抜いたこの奥のところにも大事な組織がいっぱいあるんです。では早速ねこう見ていこうと思います。これらの組織っていうのは、まあ、大脳をくり抜いた奥の方にあるんですね。ですのでまあ順番は関係なく、今見えてる解剖学の、場所からお話をしていこうと思います。まずこのアングルから見えるのは、なんかこう耳につけるこうなんていうの、インカムみたいな形のものが見えますよね。まあ、ここのインカムみたいな形のことをですね、総称して、大脳基底核と言います。まあ、大脳の基底核ですね。元になってる、そこの核と書いて、まあ、大脳基底核と言います。大脳基底核にはですね、三つの箇所っていうのがあります。一つが、尾状核というものです。尻尾の状態の核と書いて、尾状核と言うんですね。で、この尾状核というものの、なんて言うんでしょう。内側になんかこう、まあ、丸っこいものがありますね。これをですね、皮核と言います。皮核と言うんですね。まず言うと、こっちが尾状核でした。尻尾のような核だから尾状核ですね。で、これが皮核と言います。で、この皮核を透けさせると、さらに奥にもう一個ありますね。わかりますかね、この比較っていうのを消すと、このなんかオレンジのやつと黄色いやつがありましたね。この部分です。この部分、まあ2箇所に分かれているんですが、この2つを合わせて単層球と言います。淡い青色の玉とか言って単層球と言うんですね。一番外側にあるのが比較というものです。で、この二つ、内側にある二つっていうのが単層球というもので、単層球は外側と内側の二箇所に分かれています。ですので、最初にお話ししたこの尾状核と皮核、そして単層球、この三つを合わせて大脳基底核と言います。今日はね、この大脳基底核をメインにお話しするわけではないので、その役割っていうのは詳しくお話ししていかないんですが、まあ、この大脳基底核っていうのは運動に関わる組織なんですね。まあ、運動に関与してくる組織なんです。では、このね、皮核だったり大脳基底核をね、消すと、なんか、水色っぽいものが出てきましたね。実はこれね、脳の組織ではないんですね。実はこれっていうのは、まあ、側脳室って呼ばれるね、側脳室と呼ばれる箇所があります。側脳室っていうのは、側面の脳の、まあ、部屋と書いて、側脳室っていうんですね。これ何かっていうと、脳髄液っていう、まあ、脳の周りにはね、液体があるんですね。その脳髄液が入っているのが、この側脳室という場所なんですね。詳しく言うと、その脳室っていうのはもうちょっと細かく分かれていくんですが、まあ、このアプリではちょっとね、側脳室しか見えないので、まあ、側脳室をお話ししていっています。脳髄液が入っているのが側脳室です。でね、側脳室とか、まあ、あと他のね、組織もあるんですが、なんかこれね、色付けされてるじゃないですか。こう、青色、水色だったり、黄色だったり、ちょっと紫っぽいのあるじゃないですか。実際の脳の組織はこんな感じでカラフルではありません。これは、そのアプリで見やすくするためにね、いろんな組織っていうのを色付けしているだけで、まあ、脳っていうのはこんなにカラフルなものではありません。では、側脳室を消しましょう。脳室を消すとね、今度はなんか赤っぽいやつが出てきましたね。これ。赤っぽいやつが出てきたんですが、これは脈絡層と呼ばれるものです。脈絡層っていうのがあるんですね。これはさっき見た、側脳室とかとね、形がよく似てると。で、側脳室に沿うように走っているのが、この脈絡層というものなんですね。
で、実はこの脈絡創っていうのは、クレニオセイクラルっていうね、そのクレニオセイクラルセラピーっていうセラピーの中で結構有名なんですが、さっき言った脳髄液をここで作っている箇所とされてきました。されてきましたっていうのはですね、実はこの通説がね、なかなかこう覆されてきているんですね、最近っていうのは。実はその脳髄液っていうのは、実は脳の血管から染み出た液体なんじゃないかというね、論文もいっぱいあるんですよ。ですので、今この動画で、いや、その脈絡創からは脳髄液が作られてないぞ、と断言することはなかなかできないんですよ。なかなか断言できないんですが、実はこの脈絡創から、脳髄液って作られてないんじゃねみたいな疑問のこう結果が結構出てきているので、この動画でね、ちょっと断言は控えようと思います。この脈絡創、さっき言った側脳質に関係してくる組織です。で、脳っていうのは、この特に深いところっていうのは結構ね、さっき見た尾状核とか大脳基底核みたいにこう、カーブしている組織っていうのが多いんですね。さっき見た側脳質とか脈絡創っていうのもこういう感じになっていってたじゃないですか。だし、今から見るこの薄紫の色の組織っていうのもこう、カーブを描いてますね。だからこの脳の奥にある組織っていうのはカーブを描いてる組織があるんだっていうことをね、覚えておくといろいろ解剖学的にも覚えやすいんじゃないかと思います。そして、この薄紫色の組織っていうのが海馬と呼ばれるものです。海馬っていうのはね、皆さんご存知の方多いかもしれないですね。海の馬と書いて海馬です。海馬、うん、よく聞くけど何なんだっていうね、ことを思われるかもしれないんですが、海馬っていうのは記憶の中枢です。まあ物事を覚えるっていうことの中枢なんですね。特に短期記憶って言って、短い間に起こった記憶っていうのは海馬が司っています。で、長期記憶、ずっと長いところになるとね、脳の別のところに移されるんですが、特にまあ、海馬っていうのは短い間の記憶っていうのをここで管理しています。これが海馬ですね。で、海馬からこう来てカーブを描いてなんか別の紫色の組織になっていきましたね。これは海馬と呼ばれるものではなくて、ここはね、脳球と呼ばれます。脳球っていうのは脳の弓と書いて脳球と呼ばれています。これも結構ね、カーブっぽい構造してますね。海馬から来て脳球っていうものになっていきます。で、脳球っていうものを辿っていくと、ここでね、ここで、乳頭体という組織になっていくんです。だから、一連の流れで言うと、海馬、脳球、そして乳頭体という、こういうループの構造もあるんです。では、海馬を見ていったので、なんかここに、黄色っぽい組織がありますね。これ繰り返しになるんですが、本当はね、この脳の組織っていうのはここまでカラフルではありませんが、アプリの都合上ね、組織を分かりやすくするためにおそらく色付けをされていると思うんですが、この組織、扁桃体と言います。扁桃体っていうんですね。扁桃体っていうのは、こういう字を書きます。扁桃体ですね。この扁桃体すごく特殊な役割をしていまして、この扁桃体っていうのは不安とか恐れとかそういったね、感情に直結するすごく大事なところなんですね。まあ位置関係的に見ても、まあなんか海馬が受け皿になって、海馬の受け皿の上にあるみたいな感じになっていますね。まあ解剖書とか見てもね、この海馬とこの扁桃体の位置関係っていうのはこういう感じで、海馬受け皿の扁桃体が上にありますよみたいな感じで書かれている解剖書も多いと思います。で、海馬とか扁桃体を消すと、なんか、なんて言うんだろうな、卵みたいな形をした組織がありますね。これですね、視床と呼ばれています。視床っていうのは、その、まあ、視力の視に、床と書いて視床と言います。まあ、皆さん、こう、視床下部っていうのは聞いたことがあるかもしれません。視床下部っていうのはここにあるんですけどね。視床下部、視床の下にある部分と書いて視床下部って言うんですが、そうなんです。その視床の下にあるから視床下部と言うんです。視床がここ。視床下部がここですね。で、視床っていうのはなかなか聞かない部分だと思うんですけども、視床っていうのは体のいろんな情報、いろんな感覚、例えば目で見た情報とか、あとはね、体のいろんなとこから来た情報っていうのが一旦ここを通ります。もうほとんどの感覚っていうのは一旦この視床っていうのを通って、まあ大脳の部分だったりいろんなとこに投影されて
ていくんですね。なので、この視床っていうのが、いろんな感覚の、なんていうんでしょう、ゲートみたいなところになっているんで、まあこれはですね、まあ理学療法士さんだったり、作業療法士さんだったり、非常に大事な部分になってきています。それが、この視床ですね。で、その視床の上側にあるのが、今緑でハイライトしているのが、まあ左右にあるんですが、これ、脳梁と言います。脳梁。脳の端と書いて脳梁って言うんですが、これですね、右脳と左脳をつないでます。こっち右脳がありますね。で、こっちが左脳があります。その右脳と左脳っていうのをこうつないでいるのが脳梁と言うんですね。この脳梁の役割っていうのは、こう右脳だったり左脳だったり、左右の脳をこうつなげて、こう情報の伝達をするっていうのが脳梁の役割なんです。で、実はこの脳梁っていうのもこういったカーブのね、構造をしているんです。ね、今日カーブの構造が多かったですね。海馬だったり、大脳基底核だったり、あとは脳球っていうのもこういうカーブの役割をしているんですね。ですので、なんていうの、脳の奥にある組織っていうのはカーブの構造をしているっていう覚え方が非常にいいんじゃないかと思います。そして、この脳梁っていうのはこう、なんていうんだろう、前後に非常に長いですねと。例えば、視床、さっき見た視床っていうのはこうピンポイントっていう感じのイメージなんですが、こう幅はそこまでないんだけど、脳梁っていうのはこの前後の幅がすごく広いと。まあこれはさっきお話ししたようにですね、こう脳梁の役割っていうのは脳のね、こう左右のやり取りをしているっていう組織ですよね。で、この大脳っていうのもこの前後に非常に長い組織なので、まあそれに伴ってこの脳梁っていうのはこの前後に長いんじゃないかと僕は勝手に思っています。でね、今日お話ししていかなかったんですが、中枢神経って言って、ね、他の脳の一部分とされているのが、例えば脳幹っていう部分があるわけですよ。中脳だったり、胸だったり、延髄だったり、この脳幹っていうのも非常に奥深くにあるところでして、ここっていうのは生命の維持、生命器官の維持に関して非常に大事な場所になってきていますし、今日もお話できませんね、ここに小脳っていうものがあります。大脳っていうものがあったら、小脳っていうものがあるんですね。で、この小脳っていうのもですね、バランス感覚だったり、運動だったりっていうところで、非常に大事になってくる組織なんですね。ですが、今日は基本的に、まあ、大脳の奥にある組織でしたね。こっち、脳です。大脳です。大脳の奥にある、いっぱいある組織っていうのをお話ししていきました。ちょっとこっちね、大脳を消すと、さっき最初の方に見ていたのが大脳基底核だったりね、これ、運動だったりね、側脳室っていう脳髄液が入っているところだったり、その側脳室に沿ったこの脈絡層っていうものありますし、扁桃体だったりね、いろんな組織、いろんなこう、初めて今日聞いたぞっていう脳の組織がね、いっぱいあると思うんですが、まあ基本的にこういっぱいなんかこうカーブを描くような構造っていうのも多いんじゃないかっていうね、そういった覚え方、新しい発見にもなればいいなと思います。今日は脳の奥深くにある組織っていうのをお話ししていきました。以上です。ありがとうございました。